や、桜坂ひとまる号。桜坂ひとまる号、支援情報を送る。関係者の情報で研究管理棟2階に1名取り残されている模様。該当者は桜井恒夫、男53歳。この男性が解体業者の社長だ。了解、人命検索を急ぎます。こちら桜坂ひとまる号。こちら桜坂ひとまる号。これより人命検索に切り替える。隊長、研究管理棟2階に到着。建物全体はかなりの高温、
非常に危険な状態です。突入時は浮かずにドアを開くな。いいな。了解、十分注意します。間に合わなかった。桜坂105から桜坂100へ。2階の一室が炎に包まれました。至急外部注水願います。了解だ、ポンプ車を送る。了解、こちらは他の部屋の検索に当たります。こちら桜坂105。了解だ、そちらに向かわせる。105。了解っす。要求者発見っす。
桜坂ひとまる号から桜坂ひとまる丸へ。任務完了しました。大地、ボイラー棟に向かえ。雄一郎が苦戦している。兄貴が苦戦？まさか。信じられないが事実だ。配管室の火災が手強いらしい。配管室？ボイラー棟最深部の一室だ。至急航路脇の通路を抜けて直行せよ。了解。Yeah.